たん、答えは何？答えられると思います。私のね、猫力。こんにちは。怯えてる。瞳が綺麗だね。人間力向上バラエティ、天才リカチマル。はい、この番組は天才すぎるがゆえに逆に人間らしいことが全く身についていない私リカチマルが、さまざまな企画を通して人間力を向上させていく番組です。はい、というわけで今回3回目にしてなんと大ゲストをお呼びしております。どうぞ。マイペースにお散歩しております。はい、うちの子のフィーネちゃんです。はい、よいしょ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 。はい、嫌がってる。はい、ゲストのフィーネちゃんです。ここはどこだどこだ、やめてくれって言ってる。はい、はい、なんと自分の愛猫を自分の番組に登場させるという荒技。私の番組でしか使えません。では今回もどんな人間力が試されるのか、リカチマルさん、フィーネちゃん、今日の収録もよろしくお願いします。猫といえば誰からも好かれる愛され力の持ち主ですよね。ということで今回はフィーネちゃんと一緒に愛され力を身につけてもらうため、いろいろなグッズを用意させていただきました。ただしこのグッズはこれから出される猫クイズに正解しなければお渡しできません。でもきっと天才のリカチマルさんならすぐにわかる問題だと思います。フィーネちゃんと遊ぶためにも頑張ってくださいね。なるほど、ちょっとフィーネちゃんのために頑張りたいと思いますよ。まあ天才だから多分答えられると思います。自信ない。ではでは、クイズに答えていきたいと思いますが、まずはどんなグッズが用意されたんでしょうか。猫じゃらし、ぬいぐるみ、レーザーポインター、猫じゃすり、ロボット猫じゃらしをこちら5つ用意していただきました。こちらを答えるごとにどんどんポイントが増えてって、その分、グッズもゲットできるというわけですね。というわけでじゃあフィーネちゃんのために頑張って答えます。では問題お願いします。猫には人間でいう指紋の代わりになるものが体のあるパーツに見られます。それはどこでしょうか。もうちょっと引っ掛けとかじゃないですかね。普通に考えたらあれだけど、あ、見て。ひねたん、ひねたん。じゃあ答えは肉球。やっぱり。いや、そうだと思った。鼻？鼻なんですか？そうなんだ。ハンコとかをしたい、鼻で。じゃあゲットならず。じゃあ次、犬にはあるけど猫にはない毛は何でしょうか。カッターさん、カッターさん、でもちょっと、もうちょっとちゃん、ちょっと冷静に考える。ヒント、ヒントお願いします。女の人が大事にしてる。まつげ。おー、大ヒントじゃないですか。ポイントは、なんだこのなんか天使の羽みたいな。あ、まだまだだよ、まだ遊べないよ。誰だ。気に入り
ゲット。続いての問題は、猫には汗をかく場所が限られていますが、それはどこでしょうか。汗をかかないところを答えればいいんですよね。かく場所、あれ、かく場所、あ、そっかそっか、え、結構全体的にこの子書いてるけどな。肉球2ポイント目ということで、あ、なんだこれは、またたび入りのぬいぐるみ、すごいよ、これすごいちっちゃい、かわいい。じゃあ続いての問題お願いします。猫が尻尾を垂直にピンと立てている時の感情は何を表しているでしょうか。これわかりますよ。これは機嫌がいい時、イエーイ今は寝てますね、尻尾は。まあ全体的に寝てますね。グッズゲット、じゃん。あ、これ欲しかった、レーザー、レーザー、レーザーポインター。これ肉球、あ、これは飾り、すごい、めっちゃ可愛い。気になる、これどういう反応するのか。やった。続いての問題です。猫同士はどうやって挨拶しているのか実際にやってみてください。いや、猫あと1匹足りないです。